ない？これなんかそれっぽくなってきたやん。これいいですね。表側もねでっかく合格行きってなってますけど、この、金谷から合格っていうね感じもいいですよね。ちなみに2時間に1本だったんでね、危なかったですね。次のやつまでだいぶ時間があるってことで、でちなみにね中もねちらっと映してましたけど、なんか鉄道娘のね、やつもやってますし、はい、あでも涼しいからいいや。はい、帰りどうしようかな。さっきの6号の満喫でちょっとシャワー浴びたい気もするけど、他に温泉があったらね、温泉行くっていう手もありますからね。いやいいですね。ちなみに全線路線図があれか、こんな感じで金谷から新金谷の間だけは、1時間に1本あるらしいですね。で、そこから先だと、2時間に1本になるということで、ここから島田市とずっと越えて、川根本町とかね、あ多分これいろいろとなんで島田市島田市川根本町川根本町になってるのか、多分市町村合併でもともと言ってバラバラだったのが2つになったのかな、っていうことだと思います。で、千頭までがね、一般的なやつになっとって、で、奥泉から先か、奥泉から先がアプト線になっとったりとかっていう、まあ何してとにかく、特殊オブ特殊なね鉄道ですからね。いや多分ね合格駅までだとこういったね、風景が広がるようなところにはならないはずなんで、ここはアットラインのやつですもんね。まあゆっくりと電車待とうと思います。確かに今から観光に行くって人は少ないみたいですね。もう時間も時間ですからね。時刻表をうまいこと取れてなかったかもしれんから、もう一回話しておくと、次来るのが千住行きなんで、これなら大丈夫ってことですね。で14時52分だから、まああと20分ほど、20分も経ったということらしいですね。これは静岡行きの普通列車、千住までは便利ですね。便利ではないのか、うん、で向こうは向こうで豊橋行きですね。ただあれですね、普通電車ばっかりですけど、逆に言うとあの待避待ちとか全然ないんで、静岡駅でちょっと長いこと止まるかなぐらいですからね。そのあたりもまあ便利、まあ便利ですね。合格まで10分ちょいで着くんだ、12分ぐらいで着くんだ、早いですね。で問題はそこから金谷方面に戻ってくるのは15時47分15時47分ってことは26分ぐらい滞在時間がある。まあ合格駅がなんかその近くに合格神社みたいな神社があって、そこから片道20分とかそういうわけじゃないはずなんで、確かもう駅の前がその合格の、聖地みたいになってるはずなので、もう20分でちょうどいいぐらいじゃないですか。これいい感じですね。で戻ってきたら、まあ、それやったらそれこそさっきの、満喫ね、夜店のお店ですかね、フリーキップですから別にね1回戻ってっていうのもね全然問題ないですからね。どれぐらいで電車が入ってくるのかですね。あとは何がすごい、ちなみに何がすごいって井川駅からあれだしね、行こうとするとあれなんですね、終電が15時55分、終電が15時55分、やばいな。まあ、観光でもう完全に観光特化ですからねこの辺りは。こういうようなもう、ね、女性までは2時間に1本来るみたいですけど、ここなんか1時間に1本ね、来たり
で発射するような、あれもあるみたいですけど、いやこれはなかなかやはり行くの大変、まあ行って帰ってくるのが一つの旅行になるっていうね、感じですもんね。さああとは、まあ、合格に向けてまだまだ天気のね模様が怪しいんですけど、現地屋根あるのかな、なんあんま調べてないかな、なんかどこが見どころなのかね、私も探り探りですけど、お届けできたらと思いますよ。14時42分発の列車があって、それがちょうど15時47分ぐらいに来るんですね。だからそこまで離れたところじゃないですね。川根温泉とかいいですけどね。結構発車案内も何もなくスラッと入ってくるんですね。列車はなんだこれは。おお。列車が参りますか。接近舗装も特に何も入らないので、ゆっくりゆっくり走ってきますね。で金谷駅から方向幕は、こんな感じなんですね。まだちょっと時間あるし前まで回ってみようかな。これ入れ替え手で入れ替えるんだ。そんな、あら、あらどくず、なんか横サボっていう感じが出ますよね。こうやって入れ替えをしていると。これもしかして、駅名表も、金谷からなんかぐるっと回りそうな感じですけどね。でもあれですよね、こんな感じで、なんかいかにもこれを差し替えて使いますって感じのやつが置いてありますもんね。面白いなぁ。へー、指導の車両に乗ろうかな。ワンマン前だけ開くとかそういうのじゃないもんね。運転なんて運転できるように作ってあるんだ。両運転台なんですね。前からしか乗ってたらいいんだな。お待たせしております。この列車は15時9分発各駅停車仙豆駅です。金谷駅を出ますと
新華内や大館町の順に各駅停車して終点千頭駅に向かいます。列車2両編成で運転しますが、車内にはお手洗いはございませんので、あらかじめ金谷駅構内のお手洗いをご利用ください。15時9分発の各駅停車千頭駅です。発車まで4分ほどお待ちください。また本日発生しました、本日川根温泉高窓地中間で発生した倒木の影響によりまして、ダイヤに多少乱れが生じる場合がございますので、あらかじめご了承ください。本日発生しました川根温泉高窓地中間の倒木の影響で、ダイヤに多少の乱れが生じる場合がございます。あらかじめご了承ください。